定例会見開始いたします。まず冒頭大臣からは。はい、おはようございます。まず今日はですね、一件お知らせがございます。本日の閣議終了後に、新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議が開催されました。この場でですね、私は男女共同参画女性活躍担当大臣の立場から、新型コロナの感染拡大が続く中で、非正規雇用の多い女性が職場や社会とのつながりをなくし、家庭以外の居場所を失っていることなどを背景に、配偶者暴力や性犯罪、性暴力の相談が増加し、昨年度の件数はそれぞれコロナ前の 1.6 倍、1.2 倍となるなど深刻化しており、相談支援体制の強化が求められること。近く取りまとめる女性活躍男女共同参画の重点方針2021においても、柱の一つをコロナ対策の中心に女性をとしており、女性デジタル人材育成の推進、また一人親に対する職業訓練など、女性の就業サポートをしっかり盛り込んでいくことを申し上げました。引き続き支援を必要とする女性が誰一人取り残されることのないように取り組みを強化をしてまいります。私からは以上です。はい、では質疑に入らせていただきます。まず冒頭関係者、おはようございます。5月18日の記者会見で、競技会場の終点の人の流れ、これを東京都と共同でできれば、はい、AI とかスーパーコンピューターで、用いて検証したいという意向を明らかにされていますが、その後進捗状況を教えてください。はい、ありがとうございます。おかげさまで東京都とも連携をしながら検討を進めております。東京大会の開催に伴う観客人流、観客がその全体の人流にどういう影響があるか、また影響を小さくするにはどういった感染対策を講じればよいかということについて、すでにさまざまな取り組みもございますので、それを生かしながらお互いに情報交換をしておりまして、大会に向けた準備にこれを生かしてまいりたいと思っているところです。で、ひとまずまず我々ラストワンマイルの情報は東京都がしっかり持っておられますので、ここをよく見るということで、比較的具体的な対策を早く打たなければいけない部分でもあると思っていますので、まずそこをしっかりやると。で、全国の点については、これ、全国の感染状況を踏まえた対応というのを西村大臣の下で取り組んでいただいておりますので、ここはしっかり西村大臣と連携したいということで、お互いに合意をしているところです。はい、他にございましたら挙手をお願いいたします。どうぞ。おはようございます。おはようございます。インターネット報道メディア IWG の浜本です。よろしくお願いします。はい、6月5日付の英国のフィナンシャルタイムズで、五輪スポンサーの一部が水面下で大会を9月か10月に延期することを提案したと報じています。また立憲民主党の有田芳生議員がオリンピックの参加国について現時点で明確に参加や不参加を証明している国の地域はありませんとツイートしています。スポンサーからの延期提案、そして、はい、ごめんなさい、その参加不参加を証明している国がないというのは、はい、母体というか母数は何ですか。母数というか、その有田議員がその問い合わせて、その現時点で明確に参加や不参加を表明しているオリンピックに参加不参加を表明している国地域はないと、ツイートしているんですけども、スポンサーからの延期提案や、この有田議員からの話のように参加を公式に表明した国が現時点で、ゼロということは、それぞれ事実なのでしょうか。確認させてください。また事実である場合、1ヶ月後に五輪開催は不可能に思いますけれども、丸川大臣のお考えをお聞かせください。よろしくお願いします。はい、まずですね、組織委員会は少なくともそういう話は聞いておりませんとおっしゃっています。で、最終的に延期はかなり難しいというのが、私の今の実感でございまして、一番はかなりの
毎日ご紹介しておりますが、事前キャンプ等も具体的に話が詰められてきているところでして、追加的にその会場の確保あるいは宿泊先の確保と考えますと非常に難しいのではないかと考えております。丸川大臣、1番目のご質問1個ですね。はい、はい、分かりました。では他にございましたら挙手をお願いいたします。おはようございます。オリンピックなんですけども、私から見たら、外国人から見たら2つの世界があります、はいはい、1つの世界はオリンピックの関係者の世界、うん、これは完全に反転だと思いますので、先生、先生も話した通り、来る前にも2回ワクチン接種して、で毎日も PCR 検査にして、それは間違いない。でもう1つの世界は私たちの世界だと思いますので、こちらこそ私たちのワクチン接種は1割だけしかないですね、今までに、まあ、人口を比べたら。でこれは私含めてものすごい訳分からないというか、まあ危ないだと思いますので、逆に外人から見たら日本大丈夫かなと思いますですけども、だから私のお願いなんですけども、大臣に、国際的にじゃなくて国内で発表して、キュウリディスタンスですね、我慢して、国民の人たちとこのオリンピックの関係者、それはもっともっと発表した方がいいんじゃないかなと思いますですけども、でなぜというか先週の太田市長の余計な話なんですけども、買い物するとか提案ですね、それも含めて大臣から市長の人たちにアピールして余計なことをあまり言わないでください。これ本当に迷惑だと思います。オーストラリア のアスリートも待ってるじゃないですか、買い物できるかなとやったって感じ、それは本当に迷惑だと思いますということをもっともっとアピールした方がいいと思う。国内の方にアピールした方がいいですね。ありがとうございます。太田市長は何度も実はチームを受け入れておられて、過去にもお付き合いがあるので、選手たちの気持ちをもんぱかって、ポロリと漏らされた言葉だと思いますが、このコロナ禍でございますので、そこはしっかりルールを守っていただけるように私どもも話しています。で14日間とにかくしっかりとディスタンスを保っていただいて、管理された中で生活をしていただくということは、実は今入閣をいただいている関係者の皆様方についても同様でありまして、検査を一定期間ごとにやっておりますけれども、その14日間というものが過ぎていくまではきちんと距離を取ることを随行員がおりまして監視をさせていただいております。ですのでこれはこれから入ってくる方について全部そういうことでしっかりまず十分な距離を取るということは基本中の基本としてやっていることでありますので、これからも引き続きそのことについては国民の皆様に安全を守るための措置を取っているのだということを説明を尽くしてまいりたいと思います。それの今日はズバッと話した方がいいと思う、国民の人たち。はい、こういうところで少しずつ話している部分もあると思いますので、それについてはまとめた形できちんとまた発表する機会というのを組織委員会とも連携してきちんと持ちたいと思います。ありがとうございます。他にございますでしょうか。おはようございます。はい、人流のシミュレーションについてなんですけども、はい、観客の上限判断について伝えられてきてますけれども、いつまでに取りまとめるのか、どうなどがありますか。まだちょっといつまでにということが言えない状況でありまして、もちろん大会までにきちんと準備ができる時間を取ってということは考えているわけですけれども、できる限り客観的なものになるようにするためには何が必要かということが一つと、それからより具体的な数字というのは組織委員会が持っておられません。これは組織委員会が持っていると私言いましたが、実際は精査しなければいけない、正確に出てこないということもたくさんありますので、ここのところは少し組織委員会にご協力いただくことが必要で、時間がかかっているというのはそういうことでございます。はい、他にございます。
はい、ありがとうございます。IOC の広瀬職員長が、はい、近く来日するのは6月15日にという方が来ておりますけれども、はい、丸川さんはお会いになりますか。調整中。すいません、ちょっとまだそれは決まってないんじゃないか。お会いになる。いや、今のところ来ると聞いていないので。オンライン。はい、他にございます。東京新聞の原田です。おはようございます。会場周りの人流の影響とかですね、全国の人流の影響とかこれから調べるということなんですけど、なんでその今50日切った中で、今まで なんでそれを検証してなかったのかっていう疑問が、なんでなんですか。そのように思われる方もいらっしゃるのも、私はそれをもう真摯に受け止めたいと思います。本当に大きな作業であることは間違いありませんで、で例えばですね、有明近辺の競技場と競技日程とどの駅を利用するかということを整理して考えるのも、これ一つとっても大変私どもにとっても重要な作業でありますけれども、大変積み重ねが必要な作業であります。しかしながらこれを一つ一つ積み重ねて、注意深く何を対策しなければいけないかということを徹底するということが、皆さんの、競技関係者、それから地域の住民の皆様、そしておいでになる観客の皆様、守ることにつながりますので、これは詰めてやりたいという気持ちで臨んでいるところでございます。はい、あと1問、すみません、ご回答ありがとうございます。はい、おはようございます。はい、国内の条件設定よりも前に人流調査を公表されている、人流の流れと観客条件の調査が重要な作業だと思うんですけれども、相手のあることですので、私どもの方から決め打ちでここということはなかなか言いにくいところがあります。組織委員会の方でも お取り組みでございまして、当然そうしたものが重複をしないように、かつ有機的に連動するようにということを考えなければいけませんので、ただ観客の上限を考えるときに一定程度どのような状況になっていくのかということを見通すことは、ワクチンの接種の進み具合も含めて重要なことだと考えております。はい、では続いてお願いします。はい、こんにちは。おはようございます。6月20日ぐらいまでに、ある程度その感染症対策であったりとか大会運営の方法を明示できるようにしたいというのが、先週 JOC の山下会長もおっしゃっていて、組織委員会としても一つ認識であるとは思うんですけれども、この20日のところでそういう、人流調査をのところを精査したんであったりとか、そういう観客の上限というのは具体的に決まってくるんじゃないですか。20日がたまたま緊急事態宣言と重なっているので、そういうご認識かもしれませんが、我々プレイブックをまとめるという作業がございます。でこのプレイブックの作業というのはまさに具体的な対策の積み重ねでして、それこそ我々が全体的な状況の中でどういう作業をやっておくことが必要かということを詰めて詰めて作り上げていくものですので、おそらくそこはそこ、しかしながら実際の対策がどう出来上がってくるかっていうのは、プレイブックの最終版が一つの形になります。はい、では、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。